それだから皆さん方にとっては本当に切ないことなんだけど、その池田大作って人間は実はもうちょっとまた遡るとね、うん、そうすると戸田会長って人は池田先生を信仰的にはほぼほぼ信用してなかった、そこでね、あ、なんか YouTube でそれを見たんですけど、うん、私は、まあ、それは学会からで読む生協とか、まあ、先生のお話を聞いてのあれなのであの、まああのまあ、でも一番怒られたとは言ってました。先生はもう自分のこと戸田先生から怒られた弟子はいないって、それぐらいも本気で戸田先生は私を育ててくださったっていうようなお話もされてたのを覚えてますし、だからさ、皆さん方のさ、戸田先生のご有名のままに私は全部、でもそれ証明は誰がするの？やってきた、わかんない、それはもう信じる、全部そうなんだよ。だから師匠、池田先生は信じる、要はね、し、あ、ごめんなさい、あとごめんなさい、ちょっといいですか、うん、宗門から離れていきたいっていう、うん、まあ、池田先生のあれがあったんで、うんうん、でそのまあ破門された後ずっと本当に政教でも研修の批判をずっとやってましたよね、あの、うん、座談会とかで幹部が何名か、うんうん、あれでちょっと覚えてるのが、あの戸田先生が池田先生に、うん、安倍には気をつけろって言ってたっていうのを私ちょっとそれ印象に残ってて、うん、だから戸田先生もそのシューモンとこう うまく付き合ってたけど、本当はこう、うん、日健さんのことをこう見抜いて、うん、こう池田先生に忠告して、あのいつかはこうシューモンから独立するようにっていう、うん、あれだったのかなって、そのすぐじゃあ今日独立します、明日からっていうことはできないけど、やっぱりこう徐々に戸田先生の指導があって、うん、池田先生はそういうふうに向かわれたのかなって私は解釈してたんですよね。そのエビデンスがどこにあるかってこと、それはもう分かんないですよ、それはもう信じるしかないんですよね。だから逆でね、全部あなたの今まで聞いてるその根拠は、うん、全部アナウンス元が池田さんか学会本部だけでしょ、うん、人間革命とか、あ、まあ客観的な資料がないんですよ。その安倍に気をつけろって一体その言われてたなんていうのはどうやって証明するんですかってことですね。偽本尊作るような人がですよ、板本尊勝手にね、日立商人を騙して騙くらかして板本尊作るような人が言ってる証言なの。そこをね、やっぱもう一回冷静にならなきゃいけないんだよ。池田先っていう人が喋りました、このじゃあ証拠はどこにあるのかっていうこと、誰もエビデンス取らないんだよね、根拠を。人間革命自体が嘘だらけだから、そもそもが池田会長は戸田会長に行き合ってないし、入信するとき、そうなんですか、小平教学部長の座談会ですよ、入ったので論破されて、小平教学部長にもうこてっぴしゃに論破されて反論不能に陥って、いやいや仕方なしに、それがその実はそうだったっていうのも、うん、ちゃんとそれは自分で言ってんの。自分で言ってるんですか？若い頃。池田先生。うん、インタビューで。こんなにビッグになるとは当時もみんな重要思ってなかったんだよね。はい、で池田さんもちょんこづくタイプ、調子づくタイプだから言っちゃってんですよ、当時の入信の秘話を。